とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、使っていこうと思います。これですね。バブルバースターですね。今回のアップデートで弱体化されてしまいました。めちゃくちゃな弱体化だったね。ワンパンができなくなったんですよ。無敵バブルビルドが廃止されました。で、使わなくなった人も多いと思うんですけども、まだまだ使えると思います。それがね、これです。リフレッシュ。リフレッシュが以前は、効かなかったんだけども、今回のアップデートでリフレッシュが効くようになったんですよ。なので、無限ポーションバリアを使いながら、進んでいくことができるので、意外と強い装備です。はい。とりあえず今日どんな感じなのか使ってみましょう。それでは行きましょう。敵を倒すのでダメージが重要です。なのでアーティファクトはエリクサーのカバン、そして弱体化のドラ、これがおすすめですね。ドラでダメージを倍にして、でパワーポーションでさらに倍、そんな感じです。で防具は遠距離のダメージが増えるやつ、もしくは武器ダメージが 20% 増えるやつ、それをつけてください。そうすると、ダメージが結構違いますので、はい。で今回が251です。251263にするとダメージがまた全然違います。これの 1.7 倍ぐらいになるのかな。ダメージが全然違うんだけども、まあ、251でも全然いけるっていうところを今日はお見せしましょう。敵が出てきました。結構簡単に倒せるでしょ。で、ポーションバリア使います。で、ポーションバリアのところ、ポーションのところ見てください。もう回復しました。早いっしょ。めちゃくちゃ早いでしょ。使います。敵倒します。はい、回復しました。もうほんとね、即回復するので、めちゃくちゃいいです。むちゃくちゃいい。で、これをやるにあたっては、矢が絶対不足するのよ。絶対矢がなくなるので、ソウル系の武器をつけていくことをおすすめします。ソウル系をつけていって、矢が出てきた時に、増殖する。無限増殖はまあできないんですけども、まあそこそこの数は、増やせると思うので、必ずソウル系をつけていって、矢が出てきた時に、増殖していくことをやっていってください。ちょっと増殖しますね。OK でーす。行きましょう。もうこれね、無限がついてればいいんだけども、無限はちょっとね、つけれないと思う。さすがに、この強さを維持するためには、エンチャントがね、大体決まってるんですよね。うん。重要なエンチャントっていうのが、決まっちゃってるので、無限がね、ちょっとつけにくいんだよな。うん。でもまあ、増殖できるんで、大丈夫とは思います。で、マルチプレイでもね、昔は、使いにくかったのよ。重くなって、ダメージが出すぎてたんだよね。ダメージ出すぎで重くなって落ちる可能性があったんだけども、今回のは大丈夫じゃないですか。うん、ダメージも出すぎてるわけじゃないし大丈夫だと思います。なんでマルチプレイでも使いやすくなったかもね。うん、でもマルチプレイで使うには強すぎるんだよね、装備が。まあボスにはねそんな強くないよ。ボスにはそんな強くないんだけども、これはね、雑魚戦では無類の強さを発揮するよ。まあ、ただし、トゲは大丈夫。トゲは大丈夫だけど、あれだ、変更が来たら、まずいね。うん、変更が来たらまずいけども、それ以外だったら、まあ、対応できていけます。それでは、戻ってきました。今日はね、これ、バブルバースター。使ってみました。アップデートで、下方修正されたんだけども、意外と、情報修正の場所もある。うん。それがやっぱりリフレッシュと、マルチプレイで落ちにくくなったっていうのがあると思います。使いやすくなったね。
うん。で、今回が251を使いました。263になると、ダメージが全然違います。ただし、エンチャントがね、難しいんだよね。厳選するのがすごく難しいです。このダメージを出すために、絶対必要なエンチャントが、バーストボーストリング、そしてクールダウンショット。この二つなんですよ。この二つは絶対必要で、で、リフレッシュも、無限ポーションバリアをやるので、欲しいところなんですよね。うん。で、できれば、ロールチャージとアーティファクトチャージ、これも入れて欲しいんだよね。まあ、入れなくても、敵がいっぱいいるところでは、クールダウンショットが発動するんですよ。でも、敵があんまりいないところでは、発動しないことがあるので、快適さを求めるならば、ロールチャージ、アーティファクトチャージ、これはね、俺は入れた方がいいと思います。快適さが違う。となると、もう4つともね、エンチャントが決まってるので、厳選は難しいんですけども、まあ、最悪ね、リフレッシュと、バーストボーストリング、クールダウンショット、この3つで使っていっても、いけるにはいけると思います。でも、快適さを求めるなら、ロールチャージ、アーティファクトチャージも欲しいですよね。まあ、とにかく、結構使いやすいです。強いんで、やってみてください。今はね、カスタムで作りやすいので、作ってみてください。まあ、もしもない人は、まあ、ギフト会やるので、その時にもらっちゃってください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。